では、午後の積分の授業を始めたいと思うのですが、まず連絡なんですけれども、僕のところに、この授業もしくはその他の授業、主に、物理の数学で質問に来る人が何人かいますけれども、質問に来る人にお願いがあります。その授業の先生がどのようなことをやってらっしゃるのかということが全く資料がない状態ではこちらも質問に答える場合が難しい場合がありますので、僕もあまりそうなってない分野というのもありますけれども、そのような分野でも皆さんが資料を持ってくれば一応それなりに解読に努力はしたいと思います。ですので、質問の際には、その質問をする授業で受けているノートとか、教科書など、資料をなるべく持ってくるようにお願いします。それからあと、やはり皆さんの多くの人は、物理の数学でかなり手こずっている人もいるのではないかと思います。で、方がこの数学類で開講している微積分の授業は比較的かなり丁寧に進めていて、で皆さんの中にはなかなかまどろっこしさを感じている人もいるかもしれません。で物の学び方は僕の見方ではいろいろな学び方っていうのがあるのではないかと思います。例えば皆さんの中に大学に入ってすでに車の運転免許を取ったとか、それからこれから取ろうという人がいるかもしれません。ちょっと車の運転免許を取る話を例に例えてみますと、大体その自動車学校では主にその車をどうやったら自分で運転できるかということを学ぶわけですね。で、ハンドルですとか、それからエンジンのキーのスイッチですとか、それからクラッチですとか、最近はオートマンも増えてますから、クラッチを知らない人もいるかもしれませんけれども、そういうそのことを学ぶんですが、じゃあ実際にそのエンジンがどういう原理で動いているかとか、それから燃料がどういうふうに供給されているかということを、知らなくても大体車は走るし運転できないですね。でしかしながらもちろんその車の場合は皆さん運転していて不具合が生じたり壊れたりしたら、それはディーラーとかですね、修理工場に持っていって直してもらうというのが普通ですから、だからよっぽど趣味で自分で直すという人以外は、その車のエンジンの仕組みを知らなくても車を走らせることができるわけです。でこれが多分数学を学んで、それを数学を使っていく上でも多分同じことが言えるんではないかと思います。多分その物理の先生はもう皆さんに一生懸命物理のですね、いろんな仕組みを教えようと頑張っていらっしゃると思います。そうするとそういうところでは数学を自動車を運転するようにですね、なるべく早く使いこなせるようになってほしいということで、いろいろ授業も行われているのではないかと思います。で一方でこの数学類で開講する微積分っていうのはどちらかというと車の話でいうと車の仕組みですよね。エンジンがどのように組み立てられてどのように動くか、そういった話を中心にしているので、なかなかこの授業では車をすぐに組み立てて走らすというところまではすぐにはいかないのが実情です。でただし
これは僕も思うんですけれども、その皆さんが将来、まあ、中にはその大学院に進んだりしてその、まあ、物理やそういった理工学の研究を続けていく人もいるでしょうし、あとはその企業に入ったりして、そういった実務の中でこの数学を使っていくっていう人もいるかもしれませんけれども、これから皆さんが直面する問題というのは、もしかするとそのまだ誰も答えを知らない問題なのかもしれないですよね。で、そういった答えも知らない問題を解くために必要なことというのは、そのちょうどその誰も走ったことがないその場所をですね、うまく走らせられる車を作るのと同じように、その自分でその動くものを組み立てていかなければなりません。でそうなりますと、その、まあ、数学というですね、部品がどういう、それぞれの部品がどういう機能があって、どういう仕組みで組み合わせてその車を作れるかということを皆さん自身が学んで知っておく必要があると思います。ですので、その、まあ、数学を学ぶというのも、まあ、車の運転と同じようにこう二面性があって、まあ、手っ取り早くとりあえず運転できる技術を身につける、そういう学び方もあれば、あるいはその各部品の仕組みをじっくり学んで、いざその自分がその自分の問題を解くために必要な車を組み立てなければならなくなった時に、その組み立てられる、そういう腕を磨くための学び方というのがあるのではないかと思います。ですので、ただまあなかなかその最初からそういう細かい話に立ち入ってしまっては、皆さんもなかなかついていくのが大変だとは思いますので、まあ、この授業ではそのなるべく、まあ、これから、まあ、展開していく理論にしても、その趣旨ですとかそういったことを、まあ、できるだけ、説明していきたいと思います。まあ、そういったことで授業を進めていきたいと思いますけれども、まあ、なんかまた要望があったらその都度教えてください。それで今日はなかなかその関数のところでまだいますけれども、とりあえず今日の予定としては、その連続関数、それから、初等関数といって、まあ、この微積分、もしくは、まあ、皆さんの物理などでよく扱う関数ですね、まあ、それを紹介して、あと、まあ、後半ではその微積分の話に入っていきたいと思います。それでは連続関数からいきましょう。教科書は23ページですね、セクション1です。近傍という言葉も特色がありますけれども、まあ、その適当に
血液に近い場所ですね、というもので定義されているとしましょう。で、その FX、この時にその FX が、X イコール A で、まあ、連続であると。FX をですね、FX において X を A に近づけていったときの極限値が存在して、それが、まあ、FA に等しいということを言います。で、まあ、これ多分、まあ、教科書にも書いているので、改めて写すまでもないことだとは思うんですけれども、注意していただきたいことは、この式ですね、この式は2つのことを言っていて、1つはその X を A に近づけていった時の FX の極限値がまず存在するということを言っています。そして存在するだけではなくて、それが A の X イコール A における F の値に等しくなるということも言っているということに注意してください。で、本来はこの関数が連続であるという、定義のイプシロンデルタ論法を使って、行うんですが、まあ、今回も時間の都合で、それは扱いませんので、まあ、詳しくは3学期で扱うと思いますので、その時に勉強してもらいたいと思います。で、これは FX がある点で連続という話をしました。で、次は、FX がある区間で連続という言葉もあります。じゃあ、2行の言葉を見ましょう。今度はこの関数 FX がある区間、まあ、I という区間で定義されているとしましょう。で、この時に FX が今度は区間内で連続であるという言い方があります。で、これはどういう意味かというと、なんでかというと、関数の
極限というのは普通 x イコール a の両側からこう x イコール a に近づくという状況を考えますから、そうすると例えばこの負荷の i に関して以外では、例えばこの辺に行くんだったらその両側からこの点に近づくという状況を考えられるんですけれども、負荷の a の端ですとそうはいきません。で、観点でその連続性を考えるときには、その区間内で区間内のみに限定して、その x の近づき方を考えます。例えば、この x イコール b という区間の右端の点であったらば、この左側だけの極限を考えて、近づいて、x を近づけていって、極限が取れるかどうか。で、同じく、x イコール a ですね。左側の観点であれば、x を右側に近づけていった極限を考えます。一応、今の話をもう一度、きちんと書きますと、例えば i が、f 段 ab のとき、まず fx が、x イコール、a で、ここですね、左側の観点ですね、これを言ったときはその二次連続と言いまして、これは、x イコール a に右から近づいたときが、右側の連続。FA に等しいことを表します。で、一方で、今度はこの右側の観点ですね。で、今度はこれ左連続っていう言い方もしますけれども、左連続の場合には。基本的な性質が教科書の23ページ、定理の 1.11 というふうになります。で、その内容はその関数fx と、gx が x イコール a において連続の時に
まあ、いいかな、いいか。で、その板が成り立つというところはですね、あの教科書に実際にちゃんと書いておりますので、一応あの、まあ、教科書に書いてある、明らかに書いてあることを、まあ、写すのは、まあ、写したくては写してもいいんですけれども、一応ちょっと少しでも時間を設定するために、一応ここではその口頭で確認するように留めておきます。と一番目は、その fx と gx の、 あの 和とか差ですね。だから連続関数の和や連続関数の差は、また x イコール0で連続です。それから、2番目は定数倍、教科書では c 倍の fx となっておりますけれども、この、定数倍も x イコール0で連続です。で3番目は、その関数の積ですね、連続関数の積は、またこれも x イコール a に動いて連続であるということになります。そして最後が小なんですけれども、その小 の、 あの分母に来るものですね。この G、 この教科書の場合ではその gx をで fx を割った関数を考えていますけれども、この a に g 関数 g の a における値 ga が0に等しくなければ、あの gx 分の fx もまた x イコール a において連続になるという性質が導かれます。これも非常に基本的な性質ですので、あの確認しておいてください。まあ、以下はやっします。で、次に述べる性質は、あの教科書とそのまあ、説明する順番を逆にしましたけれども、今度は合成関数の連続性に関する性質があります。でこれは、今述べた定理 1.11 のすぐ上の定理 1.10 になっております。で定理 1.10 ではまあ、実際にいろいろなものを、あの式や量を計算する上では、
まあ、あの当たり前のように使うけれども実は非常に大事な性質だということなんです。今の A 立点中括弧1の話がその、まあ、X イコール A で連続という話だったんですけれども、これがあの先ほどその関数の連続性っていうのはある点での連続性とそれから区間内の連続性でありますという話をしているように区間内にも同じ話を、拡張できるんですね。そうしますと、まあ、ここもあの板書の重複を、まあ、避けるために、ほぼ同じ内容ですから、ここに括弧2を黄色い重複を加えますけれども、今度はあの、y イコール fx が区間外で連続で、それから、こんな関数 gy というのはその、この f の地域ですね。 f の地域、このもともと今考えている、X に関する差は Y なんですけれども、それを、まあ、F で移したところですね。から F で移したところはさらに G で移すというのですが、この F の地域を、含む区間で、ね、としましょう。で、この時に、合成関数ですね、やはり合成関数に生まれるというのを考えると、これも、i で、連続やった。ということが言えます。以上はその、まあ、連続関数に関しての一番、まあ、基本的な性質です。まあ、非常に当たり前のように見えますけれども、あのまあ、それはその我々がこういう性質を当たり前のように使っているということを、表したのかもしれませんが、まずです。で、次に、じゃあ、まあ、連続関数の性質の話はもう少し。続くんですが、今度はその特に平区間での連続関数の性質について説明をします。なぜ平区間でもおける連続関数の性質をわざわざ取り上げるかということなんですが、実はそのこれから微分をやったり積分をやったりしていく上で、実はこの平区間における連続関数の性質を使っていろいろな問題を解くことがあります。で、特に積分ですね、皆さんこれから学ぶ積分がこの関数がですね、積分できるかどうかっていう話がですね、この平区間でのその関数の連続性と大きく関わってきます。ですので、単なる連続よりも、より強い性質がいろいろ成り立つという意味では重要な性質なんですね。ということで、我々積分を勉強するときには、特にこの平区間でのその関数の連続性に注意を払って、いろいろなことを調べています。ということで、
いくつかありますので、それを見てみましょう。教科書では、24ページです。ので、その辺を、チラ見しながら聞いてください。で、まず最初に、出てきますのが、中間値の定義と呼ばれるものです。じゃあその内容をちょっと見ていきますが、まず関数 f x というのを考えるんですけれども、この関数 f x はある定区間 ab で、この時、この成り立つ性質として、この FA と FB、今この FA と FB っていうのは異なる値と言いましたから、そうすると、この FA と FB の間に、いろんな数、実数が存在するわけなんですけれども、FA と FB の間にある、任意の数。これをまあ、K としましょう。K に対して、ちょっとですね、その、教科書にもその文章しか書いていないので、いまいちパッと、来ない人もいるかもしれませんが、これで大体何言ってるか、なんとなく分かったって言ったらどのくらいいますか？ああ、大体、半分ぐらい。ちょっと分かんないやつだと思いますか？じゃあ、一応、少し、分かる人もいるので、分かっている人は、ちょっと確認のために少しリラックスして聞いてください。今、
x の関数があってですね、で、どんな感じかな、今 a と b ですね、例えば a と b を、まあ、この辺に取るでしょう。そうすると FB がここに取れて、FA がここに取れるわけなんですけれども、そうすると、まず、まあ、FA と FB の間の負担がここを考えるわけですね。で、そこで FA と FB の間にこう2位のまず K を考えましょう。で、そうしたときに、実は、負担 A と B の間でこの S の値をがその Q になるような点が必ず存在すると。だから例えばこの場合ですと、ここ行ってもいいし、ここでもいいし、ここでもいいんですけれども、最低1個はこの F での値、この F から A の中に F での値が K になるような点が存在すると。だから、まあ、この FA と FB のどの中間の値を取るような X が存在するのが、まあ、この中間値の定義です。じゃあ、これで。2つ目が、最大値最小値の存在です。まずその関数の最大値最小値、っていうのを定義する必要がありますので、それを一応説明していきましょう。まず関数 fx というのは、まあ、ある負荷の I で定義されているものとします。で、この時その F が、まあ、負荷の I において最大値、次のようなことを言います。一応この新しい言葉なんですね。この関数が最大値最小値を持って今までやったことが初めて出てきた言葉ですから、初めて出てきた言葉に対してはこの今まで出てきた道具を使って、それが何であるかということをきちんと定義する必要があります。で、その定義は集合 I における、まあ、F の値というのがあります。これはどういう集合だったかというと、X を、まあ、I から取ってきた時のこの関数なんですね。FX の値。そうすると、まあ、上の図でいうとこの上の図でこう皆さんちょっと i を考えてみてください。で、この i
ですね、こういう地域の集合が、で我々これまでやってきた中で、その集合の最大値と最小値というのはやってきましたの で、その集合の最大値と最小値を使って、この関数の最大値と最小値というのを決めます。ですので、具体的にはその F の地域という集合を取って、その集合の最大値をこの関数 F の最大値と言いましょう。で、また最小、この集合、地域の集合の最小値を関数 F の最小値と呼びましょうという決め方をします。これが、そうしますと、実数の部分集合として、最大値もしくは最小値を取るということで定義します。で、まあ、関数の最大値最小値を定義した上で、その、この連携区間での連続関数における性質というのが、実はこの連続区間での連続関数は最大値と最小値を持つというのがその性質でありまして、それが教科書の24ページの定理 1.13 というのになります。で、定理 1.13 は、関数 fx というのが、平区間 i、これは、a と b を3点とする平区間の i で連続であります。そうしますと、この時、fx は、平区間 i において、最大値と最小値を持つ。というのが、この主張です。でちなみに、まあ、今考えたのは変異区間の連続な関数なんですけれども、これが回復間だったらどうなるかというと、最大値と最小値を常に持つと思われるでしょうか。回復間の場合に最大値最小値が常に存在すると思う人はいないので、するとは限らないと思います。せいぜい分からないですところで、あ、ゼラチンの人は分かってるんですね。まあ、じゃあ何か判例ありますって言われたときに、皆さんすぐに判例を挙げられるようにしておくといいんではないかと思います。例えば、y イコール x 分の1ですね。 y イコール x 分の1で、まあ、区間を、まあ、0をと、まあ、正の分の回復間で考えれば、まあ、この関数が、まあ、最大値の最小値を持たないということは、まあ、直感的にもすぐ分かると思います。以上が、まあ、最大値最小値の存在でして、それからあと、もう一つ、これはちょ今のこの授業、ここの場所ではちょっとすぐには触れないんですけれども、
3つ目として一応連続性というのがあります。ただこの一応連続性については多分この積分の際に触れるのが多分より適しているだろうと思いますので、この一応連続性についてはまた日を改めて説明したいと思います。以上が、変化間における連続関数の話でした。であと、もう一つ、初等関数に入る前に、単調な連続関数についてちょっと触れておきます。単調な連続関数の逆関数ですね。前回の時間に単調な関数には逆関数が存在するという話をしたんですけれども、実はその単調な関数が連続ですと、その逆関数もやはり連続性を持つといったような、後でいろいろ扱うときにその都合がいい性質がありますので、それについてもちょっと触れておきます。で教科書では、教科書26ページの定理 1.15 というところで記述があります。それで見てください。ここでは関数これは多分直感的にパッと皆さんそうだろうなっていう分かるんじゃないかと思いますが、じゃあ証明してくださいという時にちゃんと証明できるかどうか一応確実に考えてください。で第3は2番目の方でして、さらにその F が I において連続という順を考えます。連続ならば今度はその逆関数が F の逆関数が存在してその逆関数も連続であるというのがここでの大事な性質です。そうしますと、
今度は、ヘクタを、逆算数の定義値を考えなきゃいけませんが、今度はヘクタですね。こういう定義感を定義とする逆算数というフィンバスが存在で、しかもこのインバースは全部置いて連続になる。まあ、そういう性質が大事になります。まあ、とりあえずこれ、この点にも証明は詳しくは、少なくとも、その多角の積分さんでは扱うはずですので、まあ、とりあえず今はスキップして先へ行きたいと思います。初等関数というのは、まあ、実際には、まあ、我々がこの微積分で扱うこの関数、主な関数だと思っているので、教科書ですと、26ページからさっきのページの続きでこの話をしています。まず最初にこの関数の組み合わせという話なんですけれども、まあ、その我々がその数学やなど物理なんかの問題を解くときに、まあ、例えば1個の関数を考えただけでは、その問題を解くだけで終わってしまうと思うんですけれども、ところがその我々がよくやっているんですが、この関数すでにあるいくつかの関数を組み合わせて新しい関数を作ることによって、その我々が解きたいと思っている、例えばその、まあ、自然界の現象を記述したりとか、そういった多種多様な問題に対応できるという利点があります。ですから、なんだそんなの当たり前じゃんって思うかもしれませんけれども、実はそうやって皆さんが当たり前にやってること当たり前にできるほど、まあ、非常に重要なことだと思っていいんじゃないかと思います。
でそこで一応あのその関数の組み合わせということについてちょっと触れておきますと、FX という関数があって、これはその指定粒子まあまあ愛の定義の関数としましょう。でそれからもう一つ GX という関数があって、でこれは指定粒子まあ、J というのは、まあ、同じかもしれない、違うかもしれない、一般には異なる集合で定義された関数としましょう。で、この時にその F と G を組み合わせて新しい関数を作ろうという関数ですね。小関数と呼ばれるものに、この、まあ、先ほどの組み合わせですね。この、まあ、あの今述べた関数の組み合わせを、有限解。
書き残して、と得られたものを初等鑑定で読みます。いる鑑定を。正確に得られるんですね。得られる関数を、まあ、初等関数と言います。で、その基本関数というのが教科書の27ページの冒頭にありますので、まあ、これも教科書にきちっと載っていますから、場所は省略、ここで省略しますが、一応皆さんに確認しておきましょう。一つは、一番目は定数関数ですね、定数。それから、二番目が、べき関数と呼ばれるもので、y イコール x のアルファ乗。それから、三番目が、この指数関数。y イコール n 通常。それから4番目が対数関数 y イコールオメガ x。それから5番目が三角関数で、6番目が逆三角関数になっています。ちなみにこの三角関数で取るその角度として取る値は皆さん多分高校の微積分から、慣れ進んでいると思いますが、弧の方ですね、ラディアンを取るということなんですが、じゃこのラディアンの定義というのは皆さんご存知でしょうか、ご存知でしょうかというか、どこかでやったかもしれませんが、覚えていますでしょうか。で一応ちょっとそこだけやっておきますけれども、5番目の三角関数でそのラジアの定義なんですが、この半径 R の円を考えます。原点を中心にして、半径 R の円を考えまして、で、円周上で、ちょうど長さが、円弧の長さが、半径の値と等しくなるようなそういう円弧の角を考えます。でこのようなそのちょうど半径と等しいような長さの円弧が長さ R の円弧が切り取る角ですね。でこれを1ラジアンというふうに定義しています。で、まあ、一応これは確認なんですが、角度ですね、この角度が1ラジアンと定義されています。で、まあ、皆さんご存知だと思いますが、その円周というのはその半径に比例しますから、そうするとこの値というのは半径を1ラディアンで表せる角度というのは、この円周の円弧の円周の半径をどう変えても一定なわけです。
というところを一応ちょっと注意しておきます。であとはですね、その、まあ、所得課税の中で入れておくべきものは、最後の逆三角関数ですね。一応、多分、高校までの微積分ではそんなに触れられていないと思いますので、ちょうどその逆三角関数の定義については、この後少し話をしたいと思います。で大体このぐらいで関数の話がやっと終わりまして、で次の時間は微分の方に入れると思いますが、ここまで何か質問あるでしょうか。それでは大体まあ、まだチャイム鳴っていませんけど、ほとんど3時になったと思いますので、この休憩の間に先ほど皆さんに書いていただいた、授業アンケートの方を回収しますので、僕の方に出してください。特に質問がなければ次の3時15分のチャイムの中で休憩にしたいと思います。